街中入ってきまして、はい、素敵なというか面白いお店があるんでご紹介します、はい、こちらなんですけど中を渡る料金を徴収してたって、なんか不思議な野菜がぐるぐるしてる。これが鬼怒川 4つの海鮮丼屋のうち一番古いって言われるご祈祷さんの、ね、その映画というか一番盛んな頃の後に行ってきたレンガ村ですね。レンガも自家製です。これもそうなんですね。この手前にあった放水器もきちんと料金とその辺が、はい、水面だったところに降りてきたんですけど、ぜひ見ていただきたかったのがこれなんです、うん、これなんかレンガの四角いのと、はい、コンクリートの四角いのと、はい、で今の鉄筋の橋と、これ実はここにこう放水橋っていう橋、これが放水橋なんですけど、はい、明治時代の橋の跡と、はい、大正時代の橋の跡、昭和になってから今までの橋と三代の橋の跡が並んでいる、この明治時代のはもちろん木でできた橋なんですけど、はい、うん、それはこう有料で渡り賃を取ってた橋だ、うん、さっきのご祈祷さんの3階建ての蔵、はい、うん、あそこから通る人見張っててお金を取ってたいただいてたっていう話がある。僕ら放水橋3台とかって言ったんですけど、そんな3世代の橋の跡がこうやって岸に残ってる珍しいのかな。すごいですね。また出ました。これが少しですね、これがここの写真ですね、はい、これがちょうどコンクリートの橋ができた時、はい、大正15年です、昭和元年なんですけど、その時には木の橋と、コンクリートの橋、これ渡り染めやってる写真なんですね。でその後今度今の鉄筋の橋ができた時には、はい、こっちに木の橋の跡とこれコンクリートの橋の跡と、これがですね新しいのができて3世代が残ってるっていう絵がこれなんです。ちょっと楽しくなりませんか。楽しいですね。時代のね、時の流れがここにあるような、そんな感じを思います、うん、これなんかもそうだけど、うん、ほら、この橋の跡、これがコンクリートの橋のとこなんだけど、そこはあってもう船がここに浮かんでて、みんなここで泳いでる、これ遊泳会の様子なんですけど、だから今の鬼怒川っていうのは随分川床がこう下がっちゃって低くなってるから、私はこうやって地面に立ってるけど、昔本当にこう、うん、砂を取る以前の昔の鬼怒川っていうのはこの辺が水の流れ、もう橋のすぐ下まで水が来てたっていうのがこういう昔の写真です。すごい。これいつの、これいつ頃なんだろう。こっちはないし、多分昭和20年から30年頃のだと思うんですけどね。こんな感じです。はい。映画化した時ここにセットつけて、ずっと行ったんですよ。泳ぎ方なんだけど、普通こんな格好して泳ぐんだけど、のしとかところにいるんだけど、ちゃんとこうランキングがあって、帽子にこう線1本とか線2本とか。遊泳会で試験を受けてパスすると、うん、ランクが上がる。
そういうのもこの下になってます。